ランボルギーニ・ムルシエラゴ・ランボルギーニ・レベントン・レベントンは、イタリアの自動車メーカー、ランボルギーニが製造、販売したムルシエラゴをベースとした、スーパーカー。社名の由来は、ドン・ロドリゲス家が所有していた闘牛の名前から、取られている。ムルシエラゴと比べ、絵画的な印象を強調した、そのスタイリングデザインのモチーフは、F-22 であると、デザイナーが発言している。 フロント周りやリアの衣装は、後に発表されたムルシエラゴの後継者アベンタドールが採用しており、当社は実質的にアベンタドールのデザインスタディモデルだったと言える。2007年フランクフルトモーターショーで初公開され、20台限定で販売された。なお21台目はランボルギーニミュージアムに展示されている。価格は100万ユーロ。日本には1台が輸入されている。 2009年、フランクフルトモーターショーでは、ロードスターバージョンが公開された。クーペ版との違いは、リア部分のブレーキランプの数程度でほとんど変わらない。ロードスターも日本に一台輸入されている。日本、レベントンレベントンロードスター https、ツイッター .com、tmpalason、ステータス。 118系3704兆858億5106万 6368?S イコール19レベントンレベントンロードスター。ありがとうございます。